思いがけない出来事も君とだから楽しいと思えるのだろう。きっとこの先も。こうして夜空を見上げるのもたまには悪くない。俺を月に例えるなんて君くらいのものだろうな。つい見てしまうという意味では君の方がそれらしいと思うが、いや、その正義感や他者と調和する能力を表すならむしろ別の悩ましいな。謙遜することはない。君の長所を思うと一つに絞れないだけだ。いずれにせよ回答を急ぐ必要はない。時間はある。これからも二人でいるのだから。